グダグダ料理教室の第12弾ヘアコンのきんぴらということで、パート3を今から撮影してみていきたいと思います。すみません、分割になってしまって、はい、今、ヘアコンと人参を油で炒めたものに調味料を加えて少し、はい、汁気がなくなるぐらいまで、まだちょっと汁気あるかな、まで、結構汁気が、半分ぐらい飛んだところまで、詰めましたので、今から仕上げの段階ということなんですが、はい、赤唐辛子を、そうですね、このぐらい、きんぴらは辛い方が美味しいかな、本分。私は辛いのが大好きなので、今日は赤唐辛子の輪切りを1本分使いましたけれども、辛いのが苦手な方は2分の1本分にしたり、また3分の1ぐらいにとどめておいていただいても結構です。お好みに応じて唐辛子の量は調節してくださいここでは中火で、少し水分が飛んできたら今度は中火で炒めて仕上げていきます。でさらにこれが全体に固まって汁気がなくなってきたら、いいごまをパラパラーと振って仕上がりになりますね。はい、少しですね、水分を飛ばして、いいですかね。はい、仕上がってきましたね。はい、はい、だいたい水分が飛んできましたので、いいでしょうね。ごまは、最後の飾り感じですので、普通にお皿に盛ってからパラパラっと振っても構いません。好みでごまない方がいいやなんて方もね、いらっしゃると思いますので、今日は、ごまは器に盛ってからかけるようにしましょう。大体こんな感じで、はい、結構水分が飛んできたので、これでほぼ完成ですね。はい、で完全に水分が飛んで絡まれば、はい、完成ですので、これ火を止めて、つまりいいかな、少し飛んで、こんな感じで、あ、ちょっと色が来たら変わっちゃったな。で、ちょっとごまを、これ 12g 一応用意したんですけれども、そんなにいらないかもしれませんね。
な感じで、まあ、適当に。ごまは、はい。まあ、私はジョニーグラムって最初にお伝えしたんですが、別に分量関係なく、分量関係なく適当で大丈夫だと思います。ちょっと盛り方が汚いな。はい、ちょっと待ってくださいね。ちょっと綺麗に。美味しそうに見え。はい、こんな感じで。はい。こんな感じで、ヤーコンのきんぴらの完成です。はい、それでは、ちょっと長くなって、動画が3分割ぐらいになってしまいましたが、はい。ヤーコン、意外とね、ヤーコン、下処理も、調理もそんなに難しくなく簡単にできると思いますので、ぜひ皆さんも試してみてください。はい、それではこれなんかお皿がちょっと汚くなってたな。はい、ちょっとお皿がちょっと汚くなってしまいましたけれども、今回はこの辺で終わりにしたいと思います。ご視聴ありがとうございました。